タートしました。1投出ませんでした。大きく出遅れたルージュスティリア、岩田未来最高峰。場内からどよめき、今日はナミュール好スタートを切りました。青い帽子ナミュール好スタートを切りました。先行争いは内から2番のジャマンが上がってきました。サウンドビバーチェ2番手、そしてウォーターナビレラ竹豊3番手、これをかわして外からオーソレミオ横山和夫行きました。内を通って2歳女王サークルオブライフとミルコデムーロ4番手、ウォーターナビレラ少し控えた5番手、外からラルエルがいて今日はスタート出ましたナミュールです。1番人気ナミュール中段につけた横山武史と初コンビ、外からシークルーズ、間ルピナスリード、それから1番ピンハイがいてツッチーフェイス、ピンクの帽子がステルナティーヤです。馬群差がついてアンジェリーナとスプリットザシー、最高峰からルージュスティリアで間もなく前半の半マイル、今通過46秒台で通過しています。先頭はジャマンです。ジャマンが先頭、リードはハンバシン、サウンドビバーチェが2番手、そしてオーソレミオが3番手、1番人気サークルオブライフ、ミルコデムーロステッキを抜いた、内を通って4番手、外からラルエル、ウォーターナビレラ、その後ろナミュール中段で4コーナーから直線コース。さあ先頭はサウンドビバーチェに変わった、外に出したサークルオブライフ、オーソレミオと並んでいる、ウォーターナビレラちょっと前が開かないか、ナミュール徐々に外に持ち出した、先頭はまだサウンドビバーチェ、サークルオブライフ上がってきた、外からラルエルと懸命にナミュール、馬群の真ん中ウォーターナビレラ、最内続いてはなんとピンハイ、サークルオブライフ外から来た来たナミュール、まとめてかわすか、かわしたかわした、ナミュールだ、ナミュール抜けた、ナミュール、ナミュールが見事にかわしました。暮れの出遅れはもうしないとばかりにナミュール横山武史と突き抜けました。